フォーマ n 9 0 1 e ズは NEC によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。n 9 0 1 e a は n 9 0 1 i c のマイナーチェンジモデルであるが、アークラインという特徴的なデザインを採用した N900i の発売から1年半が経過し、その利用者の乗り換えも睨み、デザインを変更。ボディの渦型化も開発コンセプトに取り入れられ、 アークラインは配された。カラーバリエーションは、アトランティックブルー、エナメルホワイト、クラレットピンク、スピリットブラックの4種類。メインディスプレイは2.5インチと、大型なモバイルシャインビューイ X 液晶を採用。NEC がパソコンの液晶ディスプレイ開発で培った技術を投入し、色表現性やコントラストが向上している。背面のサブディスプレイも大型化されており、 こちらも同じく液晶ディスプレイ。また、この端末のボタンはオレンジ色に光る。カメラはオートフォーカス機能を有したスーパー CCD ハニカムを搭載。有効画素数100万ながらも200万画素相当の解像度を実現する。底面にはフェリカを搭載し、i モードフェリカに対応する。アクセスが開発したフルブラウザネットフロントを初めて搭載。 n 9 0 0 1 e ズの画面に合わせて表示することもできる。他、パソコン用ウェブブラウザと同じレイアウトでも表示でき、画面からはみ出した部分へのスクロールは、ニューロポインターによって行う。さらに PDF ビューアも搭載。これまで装備はされていたものの意義が希薄であった、ニューロポインターに、とうとう活用の場が与えられた。発売当初、フルブラウザでのパケット料金は重量制のみであったが、 2007年3月より開始されたパケ放題フルによりフルブラウザ機能にも定額制が適用できるようになったアイアプリドラゴンクエスト2をプリインストールこの他機能面では受信したメールの文章を解析し込められた感情を表示する感情をお知らせメールが追加されているありがとうございます